その剣は返してもらうよ。さもないと。ハッタリ。殺すよ。レビアンは本当にやるぞ。そういう女だ。ふーん、でかいもんだな。さすが魔人だ。なるほど。雑魚に用はない。片付けろ。ただでは。デウ、ここは私に任せてもらう。ああ、おい、こいつらを生かしておくっていうのが何の役にも立たないぞ。剣を取り上げろ。牢につなげ。王女にも同じこと。アリラ王女を脅し、その身を利用したのか、レビアン。この鬼を呼んでアリラが気になるか。泣かせるね。知ってどうなるって言うんだ。それより自分のことを考えた方がいいぜ。殺したのか。せっかくの忠告もバカには通じないか。殺したのか、彼女を。死んだよ、あんたのおひいさんはな。逃げ出して崖から足を滑らせたんだ。生きていれば大事に扱ってやったもん。何すんだ、チキショウ。あまり手荒なことはするなよ。こいつら敵だぜ。客じゃないんだ。レビアンに言えよ。見張りは二交代だ。頼むぞ。そっちは外回りだ。行ってくる。教祭家だからな。ならデウムは魔男か。態度のでかい魔男だな。いたたまれないってやつか。どうした。そいつを出せ。なんだって。火山が死んだんだぞ。宮部さん、あの、ありが…なんで来たの。え、逃げればよかったのに。でも、やっぱりわざわざ捕まえに来たわけ。本当に死んじゃったのかな。ん、アリラ王女。嘘に決まってるわ。だってそんなこと、王女が死ぬなんて。どうせ嘘つくんだったらさ、死んだのを生きてるって言った方がいいんじゃないの。あんたたちにとってはいいかもしんないけど、私たちは生きるか死ぬかなのよ。ごめん。お茶、お茶でも入れましょうか。甘いお茶。こんな時にお茶なんか。こんな時だからよ。どうしたの。薬、シュラにもらったの。え、どこに。シャルのところ。こんなところで私たちが行ってもできることなんかないのよ。今はあまり動かない方がいいわ。じっとしてようよね、レカ。私はマニと違うの。じっとしてるなんてできない。通してよ。バカを言え。勝手なことをするな。レビアンはいいって言ったわ。な、あ、おい、ほっとけよ。レビアンの女か。自分と同じ女には甘いってこと。どうだ。死んだよ。魔人だよ。大したことだぞこれは。もしかしたらグリアニアに勝てるかもしれん。どこが。うちがだよ、バルジダンが。私はティングリンだよ。お前と俺たちバルジダンは同志じゃないか。お前の価値は俺の価値、俺の名誉はお前の名誉ってわけだな。ああそうだ、レビアン、伝書竜はどこだ。何。魔人を生け取ったことを死に損ないの年寄りたちに教えてやろうぜ。あいつらどんな顔するか。まだ魔人は仲間になったわけじゃない。なもん、騙すか脅すかすればいいじゃないか。簡単な話だ。おい、レビアン。騙してくる。クソ野郎。やめろ、こっちは丸腰なんだぞ。無人として走るところはないのか。この不意打ち野郎が無人だと。無人ってのは卑怯者っていうか。火山は弟も同然だったんだ。それがお前みたいなカス野郎に。カスはあんたたちじゃないの。影でこそこそとしか動けない。自分たちのことしか考えない。争いの原因を作っておいて平気で。どっちがひどいのよ。どうぞお口に合うといいんですけど。
もっと甘いのもできますから。 ありがとう。デカも悪気はないんです。ただちょっと。あんたさ、はい、シャルッチのことは好きでない？嘘、本当？それは好きです。ええ、シャルはいい友達だし、幼馴染だし、普通に好きだと思います。いいけど、別に。やめてください。いくら魔人様でも人の心を覗くなんて、こんなの失礼です。そんな力ないって。後で辛くなるよ、そういうの。私なら。みんな、相方もシャルッチも。まあ、いいけどね。あ、忙しいなら出直してくるわ。女は黙ってろ。一番苦しむのは女と子供だってこともわかんないのね。あんたたちに家族はいないの？その口を閉じろ。結局あんたたちってバルジダンの腰巾着じゃないの。うるさい。帰ってくれ、今すぐ。何、私に言ってるの？そうだ、帰ってくれ。演説など聞きたくもない。私はシャルのためにと。いい加減にしろ、迷惑だ。偉そうな口を叩くのは気持ちがいいだろう。煽りを食らうのはこっちだ。アリラのことは私のせいじゃないわ。八つ当たりしないでよ。レカ、よく聞くんだ。顔も見たくない。わかったわ。大したもんだ。アリラも同じように手なずけたのか。アリラ王女を侮辱するのはやめてもらおう。クリアニアの犬が。犬でなぜ悪い。どうしたの？ひどい顔。持って。レカ、安心して。これは単なる儀式なんだから。私はもうシャルを追わない。シャルのことを考えない。シャルを忘れるの。そのための儀式。どうして？はっきり分かったの。私は何があってもシャルの人生に関われないんだって。そんな、レカ、好きになんかならなきゃよかった。マニみたいに友達だったらよかった。そしたらずっと一緒にいられたのに。ああ、一人死んだんだ。もう一人も危ない。こっちだ。あの、我々に加わりここにとどまる気になったか？え？そうすれば仲間たちをすぐに解放してやる。それが言いたいのではなかったのか？あ、はい。っていうか、あの、加わるってそれって仲間になるってことですか？そうだ。でも私たちこれまでシャルさんにお世話になってきたし。どの道中立などありえない。どちらにつくか選ぶしかないんだよ。どっちも同じじゃんよ。そうさ、ティングルもグリアニアも魔人を手に入れ利用することしか考えてない。じゃああんたらは？人質以外にあんたらにつくメリットってあんの？私たちだってあんたたちを利用するさ。だけどここにいる限り私はあんたたちを守ってやることもできる。犬で悪いからって？開き直ってか。何とでも言え。ティングルの平和のためなら犬と呼ばれようが何と呼ばれようが恥じるところはない。平和だとよ。クリアニアの奴隷でいるのが平和か。闇雲に抗ってもことを荒立てるだけじゃないのか。俺たちがどれだけ耐えてきたと思ってるんだ。収穫よりも多い年貢を取られ、何かといえば海域に駆り出され、それが結局全部クリアニアのためなんだ。城でののと暮らす一握りの人間の俺は。アリラに生きていてもらいたかったよ。
そうすれば俺たちの暮らしを経験させてやれたからな。自分より重い荷を担がせて冬の大地を歩かせろ。中腰で一日綿を詰ませてやる。飯は一杯の粥湯だけでな。そうしてちょっとした風や怪我でコロコロ死んでいくんだ。気持ちはわかる。だがティングルはどこだって似たようなものだ。簡単に言うな。アリラ王女はグリアニアの勝利を願って魔人を呼び出したわけじゃない。戦いを終わらせ戦いをなくすために祈ったんだ。内乱が続けば続くほど大国の思惑通りになるのがわからないのか。今必要なのは一つにまとまり将来を見据えることなんだ。素晴らしい。久しぶりに感動したよ。嘘に嘘を重ねて本心をごまかす見事な技だ。どこの王宮でも通用するぞ。一流の道化としてな。おいおい、もう忘れたのか。こいつらが魔人を引き連れて攻め込んできたんだぞ。襲ってきたのはそっちが先だ。こっちに戦いの意思はなかった。だとさ、シャルの話は真面目な話だ。話をごまかしずらしてるのはそっちじゃないかよ。国境警備隊ってのは剣の腕前より口先の方が達者か。同じティーグルの人間よりバルチ団の手先を信用するというのか。貴様らはなぜ対局に立って物事を見ようとしない。国が落ち着かん限り暮らしの向上などあるものか。暮らしがどうのと綿摘みがどうのと結局我が身のことだけではないか。だとどうだ。でもどうしよう。宮部さんはどう思う。なんかうまく騙されてる感じ。そんなことはないですよね。ずっと騙し通してやる。それならそちらにとっては真実になるだろう。だからね、そういううまいとこがちょっとさ。昨日は時間はたっぷりあると言ったがね、どうも違ってきたようだ。え、ベレーさん。今度は何よ。やめてるか。どうして。私のベールよ。私の勝手だわ。お願い。何を。何。あのね、レカ。何を。私。剣を取れ。口先の半分でも腕が立つことを証明してみせろ。ダメだベレ、抑えろ。返して欲しけりゃ力ずくで取るんだな。ベレ。かかってこい。危ない。止めないんですか。ベレーやめろ。ベレー。次は誰だ。誰が出る。やめろ。人の生き死には遊びじゃない。遊びさ。少なくともグリアニア王にとってはな。剣を取れ。お前が男ならな。大義のない戦いはしない。なら大義を与えてやろう。どうして。手下の人が切り合ってるのにどうして止めないんですか。よく見ることだ。え、二人の行く先々で同じことが起こるだろう。見慣れておいた方が楽だぞ。同じことって。戦いの火を消してはならぬ。戦いは天秤の揺らぎ。乱れ動いて世界は保たれる。お前たちの存在は求められざる。消えろ魔人。人々の憎しみ苦しみ取り除きたまえ。今度はどちらが死ぬかな。やめさせてよ。あんた私らを守るって言ったじゃん。私らが嫌って言ってんだからやめさせて。
仲間になるか。もう勝手にすればいいじゃんよ。そこまでだ。怪我人を中へ。グローナは何をしている。デウム、余興も過ぎると楽しめなくなるよ。マニ、魔人は我らの同志となる。冗談でしょ、魔人様。嘘。魔人は全員解放すると言っている。感謝するとよい。エビアン、嘘じゃないだろうな。本当に魔人が我々と砦にとどまり、行動を共にする。聞いたか。クソ、信じられねえ。すごいことになるぞ。俺の言った通りだろう。騙すか脅すかすれば簡単だって。みんな持ち場に戻れ。バルジ団の年寄りどももこれで俺に頭を下げる。下げるのは魔人にだ。バカだな、レビア。魔人を御する者は世界を制するんだ。レビア、どこに行っていた。申し訳ありません。これを。これはススか。火の中を飛んだんでしょう。よくたどり着きました。くっ、まくそ、天狗のクズどもが。悪い知らせなのか。レビアン、バルジ団のザイーデが落とされた。誰に。国境警備隊だ。そんなはずがない、嘘だ。第七国境警備隊と名乗りを上げたとある。ダール。ダールって、ダールか。火がついたな。動くぞ。俺と一緒にザイーデに向かう奴はいないか。ブリアニアの手先に目に物見せてやろうって男は誰だ。金は後で好きなだけやる。名誉も思いのままだ。いいか、これはバルジ団に対するグリアニアの挑戦なんだ。手をこまねいて見ているのか。お前たちは少しは恐れられた存在じゃなかったのか。それとも腰抜けばかりか。こんな山の中で身を潜めている方がいいって言うのか。ヘウム、俺たちには今や魔人がついているんだぜ。何を恐れることがある。俺たちは勝つ、必ずだ。もういい。私たちは盗賊や強盗とは違う。レビアン、お前たちとバルジ団は同志。そうだな。同志の流し太刀を無駄にするのか。この機を逃してどうする。目の前に何もかもぶら下がっているっていうのに。金も名誉も何もかもだ。あんたが保証してくれるっていうのか。俺を誰だと思ってる。バルジ団の長老たちにも、なんなら王に直接言ってやる。帰ってくれば俺たちは英雄だ。勲章は待ってるんだぞ。魔人を信じろ。魔人は無敵だ。我ら魔人と共に。魔人と共に。冗談。目を覚ませ。自ら戦いを求めてどうする。よく考えろ。黙って見過ごせっていうのか。それは聞けないな。今私たちが出ていく理由なんてどこにもない。ではいつ出ていくってんだ。交渉もできず武力も大したことがない。だから舐められるんだよ。お前は所詮は女だな。戦いってものが分かってない。今こそ時だ。行こう。認めん。お前たちの首領は誰だ。エビア、お前と俺どっちがふさわしいかな。答えのないことが答えだ。勝手なことを。悪いがレビアン、俺はデウムに賛成だ。俺もだ。謀反は重罪だぞ。お前たち飽きたんだよ。レビアン、耐えて待つだけの生活には自ら打って出て何が悪い。勝って帰ってくるさ。俺たちには魔人がついている。出陣の準備だ。We'll be right back.
うっしゃーって。ここから逃げるから私。それいい考え。逃げよ逃げよ。どうやってでも逃げ出す絶対。うん、どうやってでもってどうやって。それはどうやってでもよ。じゃあとりあえず、うん、走って逃げる。まあそうだね。よし走る。走ろう。走って走って走りまくる。それで、うわ、ちょっとこれ走りすぎやー。